ね、オフラインで出てからしばらく出なかったけどっていう方でなければオンラインからかなと思いますけど。さあ、リンド VS ルボイの戦いがスタートしました。エルフヴァンパイア対エルフウィッチ、さあウィッチが登場です。手加減なしよ、本気でいくわ。ここに来てウィッチが、おっとジオス入っているってことはおそらくスペルウィッチだろうと。そうですね、水晶の魔剣士も見えるということで、これはおっとアンが入ってる、マナリアスペルの可能性がありますね。混合型の可能性がありますね。さあ対するルモイはこちらアルバー、最初の手札交換すみません、ちょっと見逃してしまったんですが、呪術者がいたと思うんで、多分セッカですかね。じゃあセッカですかね。あ、セッカですね、はい。さあセッカ持ってきました。さあ挨拶から始まり、ルーニーマジックミサイルからスタート、ジオス2枚目。さあリンドはかなり手札としてはいい状態からのスタートでしょうか。まあ、キッズと出るかキョウと出るかここから次第ですが、フェアリーウィスパーからのスタート、ルモイ、こちらも一応は順調ですが、まあいいぞ。これ1枚どころで使うかどうかも考える。さあルーニーです、ワンドロマジカルリス、欲しかった1枚、これは繋がりましたね。さあルモイのターンです。現状アリアがいない。さあルモイ自身は、まあ、自らね、やはりプロ選手として何かと情報発信していますが、アリアを引けていないときはこう勝てという形でね、アリアが引けていない時の立ち回りなんかもこれまで発信してきたプレイヤーです。まあこのセッカエルフ、アリアエルフみたいなものを最初にね広めてくれたと言っても過言ではないと言いますか、グランドマスターになった時もこのデッキでなったっていう拡散をしてくれて、そこから注目が集まったようなイメージもあるので、確かにそうですね、まあ第一人者ですよね、これに関しては。はい、もう長らくね、かなりこの環境で使い続けてきているデッキかなと思いますので、ここでねその実力をいかんなく発揮できるかというところ、楽しみに見ていきましょう。さあフューチャービジョンつながった、これは素晴らしい。4ターン目を迎えました。ルモイ、誰よりもこのデッキを使ってきた自負があると本人は解説記事を出した時にもおっしゃってましたから。そうですね。さあここアリアがつながらなかったターンになりますが、これどう動くかですね。そうですね、ここカバーしていけるかどうか。スペルウィッチとの相性なんかもちょっと難しいですよね。ロキサスだったら結構有利っていう方も多いと思うんですけど、はい、セッカであればワンチャンその間に合わないみたいな展開もありますもんね。そうですね。であとは、まあ、やはりリーサルターン、セッカのリーサルターンっていうタイミングにどう絡んでくるかなんですが、まあ、後期ドラゴンがやはり、ウィッチが出てくる可能性がありますので、そうするとセッカの進化効果で処理できる分には構わないんですが、それまでに、フェアリーで当たらなきゃいけないような展開ですね。先にフェアリーで当たりたいっていう展開が出てくるときに無力化されてしまうという部分、トレード性能なくなってしまうっていうのが少し、難しい局面が出てくるかもしれません。さあここもドローからしていくのではなく、次の追い風の準備をするっていうのもちょっと丁寧でしたね。そうですね。さあこれはマイザー、そしてこの3コストどちらを使うか、まあ、どちらもね20枚以下になれば火力を発揮できるカードですが、そうですね、今水晶玉を剣に変え、ジオスのスペルブーストが現状ちょうど4回だったっていうところで、まあ、一応ここでラピッドファイヤーが打てるようになるので、水晶の魔剣士である必要はなかったものの、まあ、やはり1枚で済むっていうところですかね。そうですね。であとアンに関しては後続の打点としてもまだまだ期待したいという思惑があるかもしれませんね。さあ現状まだ来ないということは、ここはドローのターンにするでしょう。さあゼロコスト、フェアリーウィスプ、そしてフェアリーウィスプ回収、これでどんどんプレイを稼いでいくフェアリーウィスプ。幸いにしてセッカ2枚手札に引き込むことができたので、バウンスの必要枚数という部分はかなり落ちていると。さあここでセッカが登場です。そしてセッカ進化、これも丁寧ですね。これで順番に処理をしていきながら、まあ、さらにウィンドフェアリーでもう一回回収まで見込みますか。そうはせずにフェアリーで終了、まあ、最低限この三三は倒さなければいけないとという判断ですね。さあそしてこのオールキャットに付き合う理由があるかどうかですが、一応アルバートで当たりに行くことはできます。相手の体力少しでも詰めた方がいいかというのは、かなりこの手札限られている状況でなんとか攻め込みが通用するかどうかの難しい判断ですね。まあ、ちょっとセッカも1枚切らされましたし、
まだ少し長いゲーム戦わなくてはいけないかもしれないという判断ですよね、うん、ミストドラゴンのプッシュがちょっと対応できない可能性ありますからね。そうですね、まあ、ルモイとしてはなのでこの2枚目の石化というのはミストドラゴンに対して進化時効果当てられるようにしっかり残していきたいというところになるんですが、やはりここでもうすでにジオスから2枚見えてしまっているっていうところがかなり怖いですよね。さあゼロドロシーからツードロー、さあジオスのスペルもスペルブーストも少し意識しています。まあ、このターンで10回のブーストまでは到達ができないかというところですね。オールキャットがわざとこれ当たれないんで、ミストドラゴンがちょっと溢れないようにするには、そうですね、一応そのナイフトリックとグリモソーサラー絡めていけばミストドラゴン2つ2体出せたんですけど、出しちゃうと溢れるっていう話ですね。これオールキャットがね、あの光線時に相手のフォロワーの攻撃力1だったら破壊されちゃうんで、これあのアリアがかかってたら関係ないんですけど、かかってないんでちょっとそういった形になったと。なので1枚で止めてフューチャービジョンで破壊すると。これもう一つの方が9で止まってますね。ちょうど9で止めているので、これは意図的にナイフトリック打たずに調整してきたという動きですね。さあ未だに引けていません。ちょっとこのミストドラゴンに対してガラ空きの状況になってしまうので、まあ、たまらずセッカー1枚入ってそのセッカーバウンスしてみたいな状況を作りますかね。そうですね、セッカー自体はもう今カウントは12までいっているので、ここで1枚使ってバウンスしていくっていうこと自体は十分に可能ですね。進化系も余ってるので普通に決意は温存してチャンス狙えそうですけどね。そうですね、さあ宿命の狐火セッカーミストドラゴン倒します。さあ盤面、まあ、失踪が入ってない、ほとんど入ってないっていうのが分かってると思うので、はい、ちょっとこれロック気味に動くかもしれませんね。そうですね、さあさらに集める、次のターンにフィニッシュが見据えられるのであれば、ね、ここは優しく動く。さあアルバータ、そしてこれもワンドロー、手札が回収してくれる。おっとこれもバウンス、もうこれはアリアなしで勝つパターンですね。そうですね、ただやはりシャーマン&シャーマン、これはかなり見えましたね。いや相当足りている部類じゃないですか。そうですね、さあ2点そして3点、これももちろん香り、残り体力14点見えている。この体力は詰め切れないでしょうと。さあルーニー少し遅かった、ただアンの進化効果が一応回復をしてくれる。離れてる枚数16だからちょっとここからはさすがに警戒しなきゃいけないですよね。そうですね、さあリーストラパターンがあるかどうかは考えています。ナイフトリック2発で2点追加できる、さすがに盤面10点であればルーニー2枚とか絡まないと無理ですかね。そうですね、ちょっとマナリアクイーンアンもまだ十分に打点出せるデッキ枚数になっていませんので、そうですね、ここがもし20枚以下になってればとかいろいろあるところは思うところはあると思うんですけども、はい、そこまでドローは進んでいません。さあナイフトリックできれば後期ドラゴン出したいのがベストですよね。そうですね、後期ドラゴンは出したくてマックス2枚出せる、ルーニーのさすがにスペルブースト7まではここでいかないですね。7までいければ一応盤面進化込み12点でナイフトリック2点プラスでルーニーで足りていたんですが、さすがにその打点は足りないという形です。さあナイフトリックを盤面に当てて、ここはグリモアソーサラーで盤面を強くする。これは先見の先へ、この通りジオース1枚で後期ドラゴンを1体出してこのミストドラゴンは消えます。さあ点数取りに行く判断でした。さあここから現状カウントが18ですか。これであればバウンスがあってアルバータが消えてくれればいいと。そうですね、さあせっかこれで1枚失いますが、これで出てくる、この4プレイ目2点削って、これ決意決意決意足りてる、これでジャスト素晴らしい、1点15点出ますね。いやアリアがない時どうすればいいか、こうするんだと見せました。この男結果的に7ターンで決めてますからね。20ちょうど
見えている。アクシズルモイが決めた。ありがとうございます。勝ちました。いやー素晴らしかったですねルモイさん。8時間本当にドキドキだったね。いや8回戦まさかねちょっと2回やることになったんですけども、そうですね、いやただですねルモイさんのあの試合が見れてよかったなっていうのがねもう一番なんですけども、いかがでした本人的には。はい、そうですね、1試合目やっぱちょっとセッカエルフやっぱアリアがうんぬんって言われがちなデッキなんですけど、うん、環境初日からずっと使い続けてきたデッキなので、まあ、いいところ見せられたんじゃないかなと思ってます。いやもうアリア引けない時の勝ち方ちょっと教えてもらいました。まあ、そうしゃぶしゃぶ引くしかねえなみたいな感じで、うん、もう5手5ぐらいから結構プランで見据えてました。ね、まだ戦いがありますので意気込みいただいてもよろしいですか。今回で通算5回目かなのプレーオフだと思うんですけど、まだファイナリスト慣れてないですし、やっぱりプロ選手である以上やっぱ勝つとこを見せたいなと思っているので、うん、絶対にファイナリストになるんで応援よろしくお願いします。ありがとうございます。あともしよかったら YouTube とかやってるんで見てください。はい、ぜひともルモイさんのチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。